皆さんこんにちは、 BIM ソフトウェアの上村です。本日は BIM バックアップ&リプリケーションバージョン12から搭載されたオブジェクトストレージへのダイレクトバックアップについてご紹介したいと思います。バージョン11ではバックアップデータをオブジェクトストレージに転送する際、必ずオンプレ環境に一度保存する必要がありました。バージョン12からバックアップデータはオブジェクトストレージに直接保存することが可能になりました。オブジェクトストレージのダイレクトバックアップはほぼ全てのワークロードに対応しています。それでは実際の設定を行っていきます。バックアップインフラストラクチャーを選択します。バックアップリポジトリを選択します。右クリックから Add バックアップリポジトリを選択します。一番下のオブジェクトストレージを選択します。ここで様々なオブジェクトストレージが表示されますが、 Amazon S3 を選択します。もう一度 Amazon S3 を選択します。オブジェクトストレージリポジトリの名前を設定します。リミットコンカレントタスクは同時転送タスク数を制限する場合にチェックを入れます。クレデンシャルを設定します。デフォルトで転送モードはダイレクトとなっておりますが、今まで通りゲートウェイサーバーを経由することも可能となっています。保存先となるリージョンとバケットを選択します。データの保存先となるフォルダーを選択します。イミュータブル不変性の設定を行う場合は、真ん中のチェックボックスをオンにして日数を入力します。ファイルレベルリストアなどのマウントサーバーの設定を変更する場合はこちらで行います。すでにマウントサーバーが存在する場合は Already Exist が表示されます。アプライを押して設定終了です。サマリーを確認してフィニッシュをします。ここからバックアップの設定を行います。バックアップジョブ名を入力します。バックアップ対象となる VM を選択します。バックアップリポジトリに先ほど作成したオブジェクトストレージリポジトリを選択します。ここからはデフォルトで進めていきます。ジョブを即時実行する場合はチェックボックスを入れます。サクセスを確認してバックアップ終了です。